こんにちは、フジテレビアナウンサーの海老原由香です。今日はこの出社する時の私のカバンをご紹介したいと思います。このカバンはもう大学1年生ぐらいの時に母から譲り受けたもので、大学1年生の時で今私入社6年目なんで10年くらい使っているもう相棒です。ここの金具が1回壊れちゃったりとかしたのも直したりしながら使っています。原稿、本、ホットアイマスク、ペン、リップクリーム、いっぱい出てくる、意外と。このタンブラーで全部です。まずこれが化粧ポーチですね。このポーチ1個で普段のメイク全部完結するんですけど、こっちがチークです。もうだいぶ使ってますねこっちがアイシャドウですね。で、あんまりファンデーションもボテッと強めのものよりは薄付きでいいので、これだともう下地もこれで十分、色付き美容クリームらしい、美容にもいいらしい、らしいで全然動けるタイプです。あとリップは結構赤めですね。結構しっかりした色のもの、血色が悪いタイプなんですよね。低血圧 でそれこそイエローベースなので、もうちょっとこの口元とかに結構色を持ってくるといいかなと思って、で秋冬の色って結構濃いめが多いので、そういう色を持ってくるようにしています。これはナッツですね。中身はくるみと、これカシューナッツとアーモンド。いただきます。全然味付けてないからそんなに味しないんですけど、お腹空いてる時美味しいんです。夜遅かったり不規則の生活が多いので、体にいいものを取れるようにしてますね。使い捨てアイマスク、これは移動中とか疲れてる時に使えるので、すごくあったかく目が温まるとかなり全体もホカホカしてきてリラックスできるので入れています。で、これが使い捨てマスク。マスクもこうやって小分けになってるものの方が衛生的でいいなと思って、一つは入れるようにしています。これは高津監督の本なんですけど、こういうちょっと一冊本をカバンの中に入れて隙間時間で勉強できるようにしています。プロ野球ニュースを担当したり、ライブニュースアルファもスポーツを担当したりしているんですけど、今度ヤクルトのファン感謝デーの司会を2年連続で担当させていただけることになったので、それでなるべくヤクルトに関してもそうですけど、あとはそれぞれの球団の監督のお話とかを勉強するようにしています。ボールペン、私は結構原稿とかにはこの赤ペンで書き込むタイプです。で、一応3色ボールペンも入ってますし、なんかかっこいいペンが1本欲しいなと思ってこれを買いました。これも回すと3色ぐらい出てきます。赤ペンと黒いのとシャープペンシルと、ちょっとかっこよくないですか。なんかいい文房具持ってるのは大人の女性な感じがして、入社2年目くらいかな、買いました。で、私はノートを持ち歩くよりは原稿の裏にバーってオンエア前とかに書き込んで、それを実際オンエア中もこうやって持ってるものをそのままカバンの中に入れて、で後日会社にもうノートは置きっぱなしにしておくので、そこに書き加えたりとかします。これ歯ブラシですね。黒くてかっこいいなと思って最近使ってます。ここで歯磨き粉が出てくるやつですね。イヤホン、このワイヤレスイヤホンでつなげるとすぐ Bluetooth につながるので、こう一回一回 Bluetooth つなげるのめんどくさいんですけど、これは楽ちんだなと思ってこのイヤホン買いました。ラジオを聞くのが好きなので、和牛さんとか粗品さんとか芸人さんのラジオ聞いたり、他局なんですけどアナウンサーのやってるラジオ番組を聞いて、勉強しつつ楽しみつつ趣味みたいな感じで聞いています。消毒液ですね、こういう
これは宮沢さんにもらいました。ゆかって書いてあってラベルを手作りで貼ってもらった消毒液です。これはメガネですね。最近物もらいになったのでメガネをちょっと今までは全然持ち歩かなかったんですけど持ち歩くようになりました。こんな感じ、印象変わりますか？このハンカチはタオルハンカチを入れるようにしています。これは大学の先輩にプレゼントでもらったものでお気に入りで大事な時に使うようにしています。なんか色もピンクで女性らしくて可愛いなと思って、あと使い心地もすごく柔らかくて気持ちいいです。携帯は2台ですね。こっちが社用携帯でこっちが自分の携帯です。絶対に割らないようにかなり頑丈なこのカバーをつけています。いつも裸で持つタイプだったんですけど毎回それで割っているので今回は絶対に割らないと思って分厚めのカバーにしました。このハンドクリームは竹下洋平アナウンサーからお土産でもらったものを大事に大事に使ってます。いい香りもするし、やっぱりアルコールを使ってると手が荒れるのでハンドクリームを持ち歩くようになりました。でハンドクリームも気分によっていろんな香りのものを持ち歩いたりしています。何の香りなんだろう、甘いけど甘すぎずハニーだ、蜂蜜の香りです。美味しそうな香りがします。でこれはもともとお菓子が入ってたケースなんですけどイギリスのお土産でもらったんですね。こっちはビタミン剤とかサプリとかが入っていて、こっちは痛み止めとか絆創膏バンドエイドとかあとアレルギーの薬が入っていて、あとはサンプルでもらえるちっちゃな香水とかを入れています。ちょっと気分を変えたい時とかに使ったりしています。これはカードケースです。ここがチャックになっているのでこの中に保険証とか免許証、あとは鍵は私はこの中に入れて保管しています。その方が忘れないのでこれは祖母から譲ってもらったお財布です。19歳の時に祖母から譲り受けたんですけどまだちょっと私には早いなと思ったので20歳のお誕生日から使い始めました。なのでもう8年選手ですね。でこの中にはヨガ教室の生徒さん同士で授業が一番最後の講座が終わった後にお手紙を交換し合ったんですよね。なんか気分がちょっと落ち込んでる時とかこれを見返すとすごく元気が出るので、本当はこれシールになっててノートとかに貼るのがいいんですけどちょっと持ち歩きたいなと思ってこのお財布の中にしまってあります。なんかちっちゃな自分のお守りです。これを見ると元気が出ます。あとこれですね、タンブラー。これは白湯を持ち歩いています。寒い時期は特に体がすぐ冷えてしまうしスタジオも寒いことが多いので白湯を入れて体を温めるようにしています。たまにこの中にティーバッグとかを入れてお茶にしたりするんですけどかなり重宝しています。こうしてカバンの中身を見返してみるとあんまり統一感ないですかね。でもシンプルだなと思います。我ながらこれぐらいですね、可愛さがあるの。こことここもらい物ですね可愛げがあるものはこのあたりの可愛さはあんまりないかもしれないですけど機能性重視ですなのですごいいいものを長く使いたいっていうのと、あとはシンプルで使いやすいものが一番っていうのがあるのでこんな感じになっています。最後までご視聴いただきありがとうございました。藤あなチャンネルでは今後も様々な動画を配信していきます。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。